ゼロイチアイドルグループ大集合、これってどこの料理でしょう。イエーイ。今回 MC を務めさせていただきます、ババババンビ白色担当高梨類です。ババババンビ赤色リボンのポニーテール、145センチのキシミユこと岸美優です。みんな押してみゆー、岸美優よろしくお願いします。みんなのことをゆらゆらさせちゃうぞ。ヨーヨーヨーの今日はちょっと違うけど、イライラポニーテールとピンク色担当のゆらゆらことゆらゆらです。ニーニーの赤色担当、ジュニアチと書いてトミと読みます。よろしくお願いします。普通ファミリアからそれぞれグループを代表するメンバーに来てもらって、どこの料理かは教えずにご飯を食べてもらって、もう海外の料理なのでそれをどこのか当てるっていうクイズなんですけど、これなんで私が司会なんですか。噂で聞いたところ、はい、そのゼロイチさんのアイドルグループの中で、はい、高梨さんが一応すごく一番頭がいい方なんじゃないかというのを。何ですか一応。でもなんか理系の大学を出ていらっしゃって。はいはい、ああ、そうですね。はい。一番頭がいい。はい。で、まあ、お三方は、そんなに頭の方もと聞いてますんで。え、ひどーい。どこからですか。噂です。噂、はい。ひどーい。よくない。よくない。知識的なことは自信あるんですか。ありますよ。だって、今日のために、ご飯をいっぱい食べるって言ったから、うん、今日は空腹できたんです。まだまだ私も空腹できた。いやいっぱい食べてきちゃった。ちょっと失敗です。食べてるか食べてないかそんなに問題ちゃう。そうなんだ。ついてきてね。料理を3品食べてもらいますので、3つ食べた上でみんなで話し合ってどこの国かを当ててください。はい、わかりました。頑張ります。何これ、すごい、美味しそう。トマトすごい、なんかトマトの匂いがします。お肉、はい、見たことはないですか。ないです。あ、トミさんもないですね。ないです。じゃあいただきます。はい、いただきます。あ、匂いしないです。うん、本当に美味しいやつじゃん。そうですよ。辛くない。そう、なんか実は辛いやつとか美味しい。どこっぽいとかあります。なんだろう、でもしょっぱいよね。うん、熱い国な気がする。うん、これ豚肉です。うんうんうん、牛肉です。牛肉ですって。牛肉でした。はい、めっちゃダメだ。食べよくない。向いてないかも、これ。あ、でもチキンみたいな味がします。確かに。スパイスがめっちゃ効いてる気がする。ああ、国の想像はどの辺、熱い方。キシミユが香辛料って言ってたから、うんうんうん、インド。確かに、うん、ぽい。なんかインドっぽい、カレーっぽい風味もありますもんね。うん、多分インドね。自分の意見を言ってもらっていいですか。インドって言われたら、はい、最初はブラジルかなって思って。あ、確かに。シュラスコみたいな。シュラスコとは
なんかこういうお肉みたいなので、ね、こう削いでくれる。あ的な感じだと思ったんですけど、うん、でも、うん、インドって聞いたらインドです。でもブラジルって聞いたらブラジルかもしれない。なんでブラジルと思ったんですか？なんか緑っぽいから。結構料理から。待って待って、ダメですよ。ブラジルさ、なんかこういう飾り系とかあんましなそうじゃない？え、なんか大きい。すごい。何これ？すごーい、美味しそう。え、見たことない魚。すごい。あ、でもめっちゃスパイスの匂いする。またスパイスだ。この色は分かったね。はい、お魚と。すごい、さすが色々。ニューシマッチから生まれたので、うん、お魚はいっぱいいるから。なるほど。すごい。え、何のお魚ですか？これはヒラメです。え、すごい。え、そうなの？いや、ちょっと僕は知らないです。あ、そっか。なんでヒラメなの？平たいから。なんか目がなんかだよね。え、ヒラメとか見る。体が平たいからヒラメじゃないんですか？え、なんかヒラメはヒラメ左で彼は右みたいな、なんかなかったっけ？これヒラメ本当に。え、でもヒラメなんですけど、でもヒラメって世界にいるのかな？え、世界に。確かに日本以外にいる。それが疑問ですね。ヒラメ？でも海のお魚やから、日本にしかおらんことはないかな。あ、そっか。え、じゃあ日本に近い国ってことですか？ヒラメやとしたらそうかもしれない。確かに。じゃあヒントが分かりやすくできた。食べてみましょうか。はい。なんかさ、バナナの葉っぱとかこんな感じじゃん。バナナ。確かに。バナナの国かも。フィリピン。バナナの国。あ、フィリピンがあった。フィリピンにある。確かにフィリピンとインド。フィリピンかも。確かに迷う。確かにフィリピンにある。これフィリピンに、フィリピンにがあります。インドみたいにフィリピンがあって。迷います。迷います。あ、これじゃない。あれじゃない。イタリア語。え、カレーじゃない。待って、なんかレモンの味がする。ね、味。あ、でもキンちゃんここから取ったから。そこにレモンがいる。レモン。あ、ライムだよ、ライム。あ、ライムか。確かに。なんか野菜入ってます？野菜多いよ。あ、え、すごーい。美味しすぎる。何か分かっとる。すごい。ニンニク？ん？ニンニク。ニンニク？それガーリック。ニンニク。オニオン。スワークリームのやつだ。覚え方ポテトチップスやこの国の予想を聞いてほしいんですけど、私は、はい、タイとベトナム、あ、フィリピンとかその辺で迷ってます。はいはいはい。シミューは最初はカレーっぽいからインドって思ったんですけど、うん、代表の料理がカレーじゃないってことはインドじゃないと思います。あ、そっか、確かに。だからインドは絶対違うと思う。でも暑い国のどっか、オーストラリア。暑そうだから。オーストラリアだいぶ、いやいや、トミさんが悩んであるだけで今まで出たのとは雰囲気違いますね。東南アジア系が多かったけど、チャーハンのハイブリッドみたいな。中にお肉入ってるの？これ入ってない。入ってない。え、でもルイは国知った上でこの料理見たら、これは知ってました。ね、すごい。わかります。結構有名な料理だと思います。
あの横の目玉焼きがポイントかなって思います。目玉焼きポイント？はい、目玉焼きが添えてあるご飯料理ってあんまりないから。わかった、わかった、わかった、絶対わかった。どうかと思うんですけど、はい、ドライカレーってのはどういう、みんな忘れてましたよ、ドライカレー。今、なかったことになったんです、はい、ドライカレーって言ったら目玉焼きが乗ってるかなって思ったんです。味はカレーの味がしたんですか？しません。地方はじゃあどの辺？東南アジア。東南アジア、まあ、大ヒントですけど、はい、東南アジアは合ってます。あ、絶対魚があるってことは、うん、海に面してそう。東南アジアとほぼ海に面してる。あれ、大ヒントです。はい、3品目はガパオライスではありません。じゃあピラフ。え、2択じゃないのよ。それではみんなで相談して一つの国を決めてください。はい、ペシュン、ペシュン、インドではない、ネパールかベトナム。わかんない。え、でもネパールって聞いたことあるだけで全然何かわかってない。わかんない。確かに。え、逆にわかんないからネパールなのかもしれない。ネパール、まず私ネパールがどこかわかんない。私もわかんない。でも、ね、ネパールにありますよ。でもなんかネパールって感じだ、うん、え、ネパールだこれは。この3つの料理の国はどこですか？せーの、ネパール。残念。ねえ、わかんない。あれ、じゃあ何ですか？正解はインドネシア。